大人になっていく子たちはきっと授業なんか聞いてなくて退屈している。本当に大切なもの、本当に必要なことは学校にいても教えてくれない人として、ともっと仲良くする方法を大切な人の守り方、愛し方さえもわからないね、教えて。Damn.